ファンタム級大崎光輝 VS 寺山涼雅。この試合はファンタム級3分3ラウンド延長1ラウンドでございます。今日のセミファイナル、バンタム級3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦です。バンタム級ランキング2位の寺山涼雅、バンタム級ランキング1位の大崎光輝の一戦です。さて飯塚さん、はい、いよいよこのリマッチ実現ということになりました、ね、どのあたり注目していきますか。そうですね、やっぱり再戦っていうことがあるので、はい、大崎選手はもうベテランなので、どういうふうに言ったら勝因につながるかっていうのがやっぱ組み立ててきているとは思うので、はい、そこもしっかり見たいなっていうところですかね。第1ラウンドが始まりました。今年の2月23日両選手は対戦しまして、ローブローで3ラウンドの途中で試合が終了、そこまでの判定という形で引き分けに終わりました。そのリマッチ、前回の試合の時に大崎光輝選手の方がなんか、はい、寺山選手の方に入りづらそうだなっていうのは印象があったんですよね。ただ今回それはもうね、やっぱベテランなんでうまく入って当てていくのかなとは思ってるんですけど、大崎光輝も、まあ、ローブローがあったわけなんですが、そこは関係なくローも打っていきますという話はしていました。このようにサウスポースタイルの寺山対オーソドックスタイルの大崎光輝ですから、どうしてもね、こう喧嘩四つですから入ってしまうことはあるんですが、まあ私たち女子なんです、何とも言えないですね。ねえ、分かんない。ただお姉ちゃんのひなたちゃんが、はい、男だろって言ってたのがちょっと笑ってしまったんですけど、男だけどそこはどうなのかなと、男がゆえに入れてましたけどね。男だろって言ってましたね。まあ、ちょっと寺山としてはその当日、翌日ぐらいまでは若干その痛みなどはあったそうなんですが、その後は、だいぶ、痛みなどは引けてきたという寺山ひなたさんにもお話を伺いました。ただ若干ちょっと怖さというのも残っているという寺山は話をしていましたが、そのあたりは素人の練習で徹底的にSKたっぷりの素人にやられてきたというね話はしていました。さあ左のストレートのボディを打っていったのは寺山です。寺山がね、どう組み立てていくか、ユーロを返していきます。大崎としても前回の対戦の時とはまた違う新たな技を見せていきたいということでしたが、一体それは何なのか。今回光輝選手の距離の詰め方、取り方絶妙ですね。そうですか。寺山選手手足長いんで、はい、光輝選手の蹴りの距離だとおーハイキック入ったりするので、そこをなんかうまく中に落ちてくるかな。距離の詰め方、そして距離の取り方、そのあたりついこの間2月にこの戦ったばかりですから、よりそこを研究してという、その残像が残りながらという今回の一戦です。165cm の大崎光輝、対する寺山涼雅は 173cm、 今のはノーダウンです。だいぶダメ効いたような感じはしますけどね、はい、先ほどのはノーダウンという判定です。寺山のストレートが捉えたようにも見えました。このようにミドルはしっかりカット。ただ中に入ってき方がうまいという飯塚さんの話でしたけど、確かに今のもアッパー入ってましたね。そうですね、もう前回はちょっと入りづらそうだったので、攻撃で入れてそれでも中には入ってきたんですけど、今回はとりあえず1ラウンドは絶対に自分の小距離で戦うぞっていう組み立てができてるんじゃないですかね。フリーではあるんですが、寺山涼雅はいわゆるキックボクシングジムを拠点としています。シローがセコンドについて、ニックさんもこのようにセコンドについています。タッチが与えられました。
対するこの大崎幸喜には兄の大崎和樹がセコンドで入っています。第1ラウンド終了してどのような指示が与えられたか、ここが第2ラウンドです。あ、より両者ともにちょっとポジティブな積極的な感じが出てきています。寺山選手一発が本当に強いんで、はい、もうさっきもほらあのダウンじゃなかったけれども、ボギーを吐いてるんで、左ストレート、ちょっと大崎が腰をグッとこらえるような形になりました。ボディからの打ち分け、このタイミングはさすがです。いざミドルに今のは右がいいの入ったぞ。すごい落としましたね今。返しましたね。寺山選手しっかり返してます。大崎のミドルです。さあ下さん、はい、ここまで第1ラウンドを終えてこのスキルの高い2人の そこをしっかりあの見てましたね。寺山一度呼吸を入れて立ち上がりますがまだ1分ある。辛そうだ。大崎幸喜が伸びに行く。スタンディングダウン取りました。あと1回大崎幸喜ここで一気に終わらせに行くか。まだ時間は1分20秒。いやーたっぷりありますね。まだ時間が たっぷりある。ナイス。いつ止められてもおかしくない状況。追っていく寺山、我慢できるか、我慢できるか、ヒザだ。リバッジは大崎幸喜が完璧に寺山をこのリングに沈めました。いやーすげー、面白かったですね。2ラウンド目からのあのコンビネーションからのまとめ方ね、やっぱさすがですね。あのミドルもいいの入った時、はい、あそこからもうあの膝の展開に切り替えましたよね、はい、やっぱりあの会場に響き渡ってぐちゃっていうミドルの音、ちょっと痛んだと思うんですよね。でそこから膝が入ったら、はい、あの一瞬のこう痛そうな顔、はい、うっとした顔を見逃さないですよね。呼吸できないですもんね、あれね。であの上にまとめてからの膝、はい、もうパーフェクトです。石田さん、はい、どうでしたかこのスキルのたっぷりと詰まった一戦。いやもうすごい見応えありましたね。寺山選手結構相手のパンチを食らわないイメージがあったので、はいはい、なんか結構驚きの結果というかナイスファイトでしたね。やはりそのあたりは切れ味抜群大崎幸喜。あの得意のボディからフック、お兄さんも使いますけど、あれを今回あまり使わずに、そうですね、コンビネーションで最後膝で終わらすという、素晴らしい、そんな形になりました。おはようございます、おはようございます、おはようございます。どうですか、完璧にもう分かったと思うんですけど、僕の方が強いです。まあ、あの前回、まああいう結果になってしまって、まあ、お互い本当不完全燃焼で、で、まあ、本当モヤモヤする形になってしまったんですけど、こうして今回すぐあの再戦組んでくださった伊藤代表、そしてライズ関係者の皆様ありがとうございます。寺山選手、あの本当はこうすぐにリマッチする必要がなかった試合だったかもしれないんですけど、こうしてすぐ受けてくださって、対戦してくださってありがとうございます。まあ、これであの気持ちよく僕は次のステージに進めると思うん で正直今誰にも負ける気がしないです。鈴木選手にも勝てる自信は僕にはあります。なんで伊藤代表、僕にチャンスをください。お願いします。ライズ55キロずっと鈴木選手不動のチャンピオンなんですけど、僕が絶対倒して僕が新しい時代を作るんで、皆さんこれからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。
ありがとうございました。今一度盛大な拍手をお願いします。選手退場。大崎幸喜は38戦でこれで今日30勝目となったんですが、市川さんね、先ほどから解説の時ベテランという話があって、私もそれで納得してたんですけど、はい、改めて年見るとまだ23歳なんでそうなんですよね、若いんですよね。これからでまさに鈴木雅彦などそのチャンピオンたちにこれから挑戦していこうという。いや、まだまだですね、38戦で23歳ですから ね、これからどん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 伸びる選手ですね。そして寺山涼雅もまだ19歳、楽しみな2人の対決。さあ今後どのような展開になっていくんでしょうか。